株式会社小松製作所は、東京都港区に本社を置く、日本の建設機械、鉱山機械のメーカー。故障としてカタカナ表記の小松を用いている。A 表記は小松である。創業者は、竹内明太郎。トピックスラージ70の、構成銘柄の一つ。アメリカにおいて、ニューヨーク証券取引所やナスダックには、上場していないが、 米国予託証券を発行している。建設機械の日本でのシェアは1位。世界でアメリカキャタピラー社に次いで2位。日本以外にも南北アメリカ、ヨーロッパ、CIS、中近東、アフリカ、東南アジア、オセアニア、中国にグループ企業を展開する。930E-2930E-2 のスペック堅実な経営で。 比較的財務体質が良く、世界戦略も好調な会社として知られ、投資家やエコノミストからの評価は高い。こうを含めて、新聞雑誌の経済欄を飾ることも多い。社用産業などと言われた時期もあったが、県企業界が活況を帯びていることもあって、最近では、成長企業として見られている。日本のものづくりを代表する企業の一つでもある。 建設機械にとって、最も重要なエンジン、トランスミッション、油圧機器、アクスル、コントローラー等の電子制御部品をすべて自社開発、生産している。2008年5月には、市販ベースの建設機械で世界初となる、ハイブリッド油圧ショベル、PC200 から8ハイブリッドを発表した。IR 活動や、企業統治にも、比較的力を入れている。 石川県では地元に縁のある企業としては別格の存在で特に小松市は小松の企業城下町となっている。また一般の人や子供たちが建設機械に対して親しみを持ってもらえるよう2010年に閉鎖した小松工場跡地の小松の森内にワクワク小松館を開設。旧本社社屋を復元した建物の1階は 建設機械や産業機械の展示、体験コーナー、建設機械のジオラマや 3D シアターなどとなっており、2階では理科教室などのイベントが行われている。同じく小松市内にあるあわず工場の開放日は家族連れに人気のイベントとなっている。また、静岡県にあるテクノセンターで年に2回見学会を開催したり、子供向けウェブサイト、 県県喫機を公開するなどのコミュニケーション活動も展開している。1917年1月、石川県のみ軍国府村で銅山を経営していた竹内工業が自家用機械生産のため、同郡小松町の小松駅近傍に小松鉄工所を開設したのが始まりである。竹内明太郎は、高知県出身の実業家で、吉田茂の長兄に当たる。 竹内は1902年に優先自動山の開発に着手すると、1917年に優先自動山の付属施設として小松鉄工所を設立した。小松鉄工所では自家用工作機械や鉱山掘削機械を製造していた。1921年5月13日に小松鉄工所が竹内工業から分離独立し、 株式会社小松製作所が設立された。当初は、不況の煽りを受け細々と経営していたが、満州事変を境に業績が好転。1932年に、農林省から国産トラクターの開発を要請され、日本初の国産トラクター、T25 トラクターを開発。また、太平洋戦争中には、日本海軍が米軍のブルドーザーを露革。 日本でも同じものを生産可能にするため、同社に送られて実用化の研究が始まったが、これが同社とブルドーザーの関わりの始まりである。第二次大戦後、食料増産のための買い込みや国土復興などの需要からブルドーザーを量産し、1950年には総売上げの53%がブルドーザーが占めるようになった。 1951年8月には本社を小松から東京に移転、屋上に巨大ブルドーザーがあった。通称、小松ビルに移転して営業をはじめ、油圧ショベルやフォークリフト、重ダンプトラックなどの研究製品を次々と手掛けていった。油圧ショベルはパワーショベルの商品名で発売されたが、この言葉は今日では油圧ショベルの一般的な呼び名として定着している。 また、1990年代には、F1 のチームロータス及びウィリアムズに、デジタル技術やギアボックス周辺の部品の供与などを行った。グローバル化にいち早く手をつけた企業としても知られ、自動車メーカーより早い1950年代頃から、海外への輸出や海外工場の展開を進めていた。1960年頃、 キャタピラー社の日本進出に伴いマルエ対策と呼ばれる品質向上活動が行われた。この結果、飛躍的に製品の品質が向上した。これを一つの契機として世界進出が本格的に開始される。現在ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア、中国、ブラジルなどに50近い生産拠点がある。1988年、 アメリカのドレッサーインダストリーズとのジョイントベンチャーで小松ドレッサーを設立しホールトラック市場に参入。1994年にはドレッサー社の持ち分を買収して子会社化した。1996年ドイツの老舗研機メーカーであるデマッグ社とのジョイントベンチャーでドイツ国内にデマッグ小松有限会社を設立し、 露天掘り鉱山用の超大型油圧ショベル市場に参入。1999年にはデマッグの油圧ショベル部門を買収し、ドイツの現地法人として完全子会社化した。ちなみにデマッグはその後もクレーン専業メーカーとして存続したが2002年にゼネラルモーターズ系列のテレックスの子会社になり、2019年にはただのが、 買収して子会社化しでマッグは、名実ともに、日本企業に買収された形になる。2017年4月6日、米国大手鉱山機械メーカー、ジョイグローバル社の買収手続きが完了したことを、公表、ジョイ社を連結し会社の小松マイニングコーポレーションと、名称変更し、旧ジョイ社が製造していた、地下鉱山用重機と、QP&H 社が製造していた露店。 堀鉱山用重機がラインナップに加わった。創立70周年に当たった1991年5月、社名表示と故障が小松になってからは新事業を続々展開、CI の導入と新たな経営戦略で立ち向かった。2003年1月、石川県出身と父、松井正夫が以前勤めていたという縁から、プロ野球選手の松井秀喜と CM などで、 ライセンス契約した。日本放送で日本のプロ野球シーズン中に放送されるラジオの MLB ミニ情報番組小松メジャーショーアップを提供することとなった。また、70周年を記念して始められた女子柔道部の活動にも力を入れている。所属選手の谷本歩美が2004年アテネ五輪、2008年北京五輪の2大会連続で金メダルを獲得した。 2011年3月11日に東北地方太平洋沖にて発生した大震災では北関東に所在する一部工場などの創業に影響が出た復旧に関わる支出が見込まれるが2011年3月企業席への影響は警備の見通しであるまた地震から1週間の3月18日時点で建設機械の無償対応やプレハブハウスの提供 義援金等合計8億円の支援を決定している。さらに被災した高専学生を対象とする小松奨学金を創設し、震災後10年間にわたり、毎年2000万円の支給支援を実施する。2018年7月23日、ICT 研究による効率化で農林業分野の強化を表明。2018年にヘクタール、 カナダの林業機械部品メーカーから重機のアタッチメント部門を買収したほか、スウェーデンの林業機械のトレーニングシミュレーターの開発企業を買収した。さらに2019年2月には、アメリカ合衆国ウィスコンシン州の林業機械メーカーのティンバープロの買収を発表した。小松合わず工場油圧ショベル柄をシリーズブルドーザー。 D61PX 起動車用 SA6D125H 型エンジン軽装甲起動車延体屈作機。右側へローリングしている1983年度に配備された陸上自衛隊発の国産送輪装甲車を開発。2002年度に配備された軽装甲起動車では約2000両を生産し、国内のみならず自衛隊イラク派遣や、 国際連合平和維持活動などを支える企業となっていたが、2010年代に入ると受注量が減少。開発コストに見合う利益が見込めないなどの判断から、2019年、すべての自衛隊向け新型車両の開発から撤退する方針が固められたことが報道された。なお、これに先立ち2018年には、小松が進めていた。 新型総輪装甲車の開発計画が、防弾板の性能が、要求水準に達しないなどの理由により中止された、ことが報道されていた。旧防衛庁向けも含む建設、鉱山機械、ユーティリティ産業機械、その他金融、リテールファイナンス1991年創部。日本国内外の大会で、個人、団体ともに、優勝や上位入賞の成績を残している。 専用道場は1993年、東京都江東区に建てた小松永大道場。海外からの選手も受け入れ、海外での小松ブランドの知名度向上にも活かしている。ありがとうございます。